ナイトモードってどうやってつけんのあれ？表示は出るはず。どこどこ聞いて三角だっけな。あ、違ったかも。どうだっけ。まあつけっぱでいいと思うな。特に洞窟の中とかは。チームデスマッチ、敵を確認、武器を取れ。三角長押しだ。何も見えねえな、外したら。え、そうなのよ。あとね、なんだろう、アサルトライフルのね、構え方がちょっとかっこいい。攻め続けろ。このモード。あと武器からね、レーザー放つからね、すごい一バレしやすい。武器からレーザー出てんのこれ。出てる。うおえー、見えないんだろうな。うん。じゃあ武器下に向けたりとかしないとは。ダブル。わ、マジでくれ。下向けてもって感じなのこれ。え、まあ敵の射線に入れないところに向ける分には。うわ、待って、3人も来る。これもさ、あのナイトビジョンを外してさ、ここはもうデバイスの力を見せてやろうって言って、モニターの明るさをめっちゃくちゃに上げてみたらどうなんだろう。でね、そういうのないからな。UAV、多分モダンの場合は設定いじってもだと思うな。何も変わらないと思う。え、何この辺りの構え方、マジで変じゃん。変だよね。上空に敵の UAV。 最低。お、もう一人敵。この死んだ時にこのナイトビジョンのゴーグルがどんな形か見れるんだけどさ、うん、面白い形してるよ。なんかゴーグルが4つぐらいついてるように見える。巡航ミサイルめっちゃ狙いにくいんだけど。EBR アンロックした。いいじゃん。っていうかこのアサルトライフルの構え、ナイトマップじゃなくてもできればいいのにな。これね、ちょっとかっこよくない？サブエイムみたいな。サブエイム、簡易エイムなのか。この方が見やすいの、普通にサイトで見るより。ということはこれ、レッドドットサイトを厳選したけど全く意味がないな。味方が UAV を飛ばした。操作を始める。あ、でもすんごい狙いやすい、これ。なんでだろう。サイトはない。どんだけ来るのお前。ちょ。やめてくれよ。ちょ。やめてくれよ。ああ、死んだ。未だにヘリガンナー呼べないんだよね。UAV は燃料切れだ。こちらファルコン、巡航ミサイル。まあマルチでこんなね、あ、これ洞窟か。着弾。マジか。練習なし。マルチでもこんなナイトビジョンを押すならキャンペーンもこんな感じのミッションがあることを期待していい。あるだろうな。あは。わあ、光ってる。よし、これはこれで面白いな。ダメだ。 OK、 UAV だよ。なんか ID が邪魔なの変わらんな。それは許して。敵の頭出しでも ID 出るから。うわあ、なんかさ、異常にヘッドショットのダメージでかくない？
そうなの？俺そんな気がする。あ、クソイム。頭の時計やすさがすごいと思う。味方が UAV を飛ばした。あ、もう巡航ミサイル。巡航ミサイル。もうちょっと発射早くしてほしいな。パソコンみたいのを開いてすぐにミサイルを発射できるプレデターが大好きなんで。閉じて開いてでしょ。そうそうそう。えい、最高。UAV が展開可能だ。こちらファルコン30。AK より MOA1 の方が好きだな。ああ。巡航ミサイルマシマシ状態。こちらファルコン30。巡航ミサイル発射。暗い上にな、みんな洞窟行くでしょ。無理だ。マジか、3人も。敵のレーザーをよく見よう。こちらファルコン30、了解だ。UAB が。え、敵撃つんだよ。続けるんだ。勝てるぞ。あ、撃つと。え、見えねえ。ちょっと外、ゴーグル外してみよう。あ、外はそこそこ見えるかも。ええ。UAB は燃料切れだ。そこそこね。かけた方がいい。あ、終わっちゃった。しょうもない切り取っちゃったわ。お。期待していいか。いや、なんかいい盾があったから。なんかマウント圧倒的命中率だけど、ヘッショには負けるんだよ。おM4A1 で。あ、ちゃんとドア開いてる。チームデスマッチ。敵を確認。武器を取れ。あ、見えてる。センサーが見えてる。怖い怖い。マガジンを。パーソナルレーダー、パークつけてれば2キルで呼べるからね。ちょっと便利。早いな。ああ、クソエム。UAV。で、パーソナルレーダーである程度付近の敵の位置を知りつつ、もう1キル稼いで UAV を呼ぶっていう流れでいいと思うな。敵の位置を知るには。GS の腰だが当たらんすぎ。 GS ってなんだっけ。あーはー、2発切るね。2発。あー、あれきつくない？普通に性能的にも辛い。あれ戦える気がしない。ほい、お、やったぜ。マクシー了解。ファルコン30はパーソナルレーダー提供のためにこちらに。オッケー、俺がどんどん眩しすぎるんじゃ。こちらファルコン30、了解だ。 UAB が展開を始める。え、なんか明るいマップよりすごい静かな感じがある。信号を送信した。こちらファルコン30、パーソナルレーダーは消耗した。うおお。これを狙ってやがる。ちょっと暗いとさ、どっからリースしてんのかいまいちわかんない。フラッシュを使う。リロードする。これ取ったらどんぐらい暗い。あ、ここもそうでもないな。屋外で外してみて、ゴーグル。屋内はつけた方がいいけど。巡航ミサイルだ。身を隠せ。
上空に敵の UAV。 OK。 パーソナルレーダーによる護衛。了解。ファルコン30はパーソナルレーダー中のためにそちらに向かう。あら、マガジンを変える。接戦だけど。それな。A 型が UAV を飛ばした。これから来そうだな。来そうだな。来ないかい。敵の UAV。UAV が。あ、ここはこう呼ばれてる。リロードする。助けて。建物を一人。敵を倒した。いけねえよ。来てくれよ。こっち来るのやめたかな。待って、行く前にね、ずーっと同じやつに殺されてる。パーソナルレーダーによる攻撃。左側のあれかな、建物の中にいる敵が。UAV が展開可能だ。上空に敵の UAV。こちらファルコン30、了解だ。敵の巡航ミサイルだ。身を隠せ。あ、濃いな。喪失した UAV バッチリ破壊してくんだ。 B 型が UAV を OK。 こちらファルコン30、パーソナルレーダーは消耗した。基地へ呼び戻す。え、パーソナルレーダーもちゃんと破壊してくるな。注意しろ、味方のエアストライク。死んだか。あ、いる。あー、危ねえ。痛すぎる。あ、弾ない。危ねえ。ヘリガンナー。死んじゃったけどヘリガンナー呼べた。もう一回ヘリガンナー。初めて使うヘリガンナー。暗っ、暗っ。見えんくない。見えねえ。あ、え、なにこれ。え、どこ俺。え、あ、これか。上空に敵のパーソナルレーダー。あ、みんな建物内だね。そうだ。なにこれ、明るいマップで呼びたかった。ショック。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが。あ、しかも結構狙いにくい。いけ。あー、しょっぱい。ミッション完了だ。ノーマルマップで使いたかった。いや、まずさ、何もない風景が映し出されて、まず戦闘区域はどこから始まる。何も見えてないんじゃきつそうだな。いや、きついよこれは。これもう明るいマップでやろう。